楽しんでいただけましたでしょうか。ご覧の通り東京タワーも見事に点灯いたしました。それでは最後に東京クイーンズホテルリビューアの奥を拝見してコセッションを行います。ご登壇いただく皆様、報道関係の方、準備をよろしくお願いいたします。係員はご案内をお願いいたします。以上をもちまして東京クイーンズホテルリニューアルオープン記念セレモニーを終了いたします。なおご招待のお客様は係員の誘導に従いホテル館内へお進みください。またプロジェクションマッピングはこの後19時半、20時、20時半にも実施をいたしますので、この後も引き続きお楽しみくださいませ。待ってたらこれだけ覚えてね。